はい、どうも、私が山崎です。はい、ヤブです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ヤブさん、はいはいはい、僕、この前ちょっと地元に帰ってたんですけども、用事で、はいはいはい、ついに食べましたよ、うん、前ラジオで言ってた桃一本バーン入ったケーキ。あー、2回ぐらい、1回2回前に喋ったあれっすね、はい、そうですね、うん、うまいなぁ。桃が丸ごと入っとって、うん、で桃の種をくり抜いてその中にクリーム入れとってで周りをゼリーでコーティングしてんねんけどすげえなぁ。そのまんま桃っていう、そのまんま桃や、うん、そうなんですよ。これ最近あれ、東京とかね、ケーキ屋とか見るけど、うん、普通のなんかチェーンのケーキ屋でもめっちゃ高くて、いちごショートでも890円とか、ちょっと買うたらもうなんか2000円ぐらいいってまうねんけど、うちの地元で買うたら安いわ、うん、桃入ってたら大体高いですよね。しかも大体普通桃入ったら切れっ端が入るぐらいやけど、うん、これほんまに丸ごと入るから、うんうん、そうやね、丸ごとそのまんま桃ですね。そのまんま桃ですね。これちょっとね、ほんまいつか来年ぐらい、こんな夏季限定なんで、うん、いつかやぶさんにお持ちしたいなと思ってるんですけど、ね、あ、ぜひぜひ。山崎さん、今回は何日間ぐらいいたんですか？今回はね、5日か6日かな。5日か6日か、うん、そうなんですよ。ちょっと帰ろうと思ったんですけど、うん、台風の7号の影響で、ちょっと伸びてしまいまして、うん、1日。なるほど、はい。あ、じゃあこっちでの滞在が伸びたって感じで。あ、ごめんなさい、こっちって言っても分かんないな。地元ですね。地元での滞在が伸びたって感じなんですね。あ、じゃあその、あの台風のタイミングと重なってってことですね。そうですね。結構ね、あの台風で、あの移動やら何やらで難儀された方も多いんじゃないかなと思うんですけれども、うん、そうですね、はい、そうか。じゃあ結構一時的に、あの俺ちょっとバタバタしててあれやったけど、山崎さんと結構近い距離にいたタイミングはあったんですね。そうですね。あ、そっか、ちょっと遊び行きゃよかったな、うん、あ、でもあの暴風やから ねそうなんですよね。出て行ったらアホちゃうか言われるぐらいの感じですけど、僕でもミキーに行ったっすね、この間。マジですか？いや、ミキに行ったっつうか、あれ、ヨカタン？ああ、僕の大好きな。そうっすよ。山崎さん、ちなみに今回地元帰った時、ヨカタン温泉行かれました？行きましたね。行ったっすか？はい。すげえな、やっぱ行ってるな。絶対に1回は行くようにしてるんですよ。うん。もうね、お湯の質がね、うん、もうほんまに好きで、うん、あそこの、うん、なんていうか、まあ、普通の温泉もええねんけど、うん、水風呂の質もすごい高くて。うんうん、水風呂の質が高いっていうのは何なんですか？その温度管理ができてるのと、その水質がすごいとかっていうのがあるんですか？水質ですね。水質、うん、はい、そうなんですよ。あれが良くてね。で、なんかのサウナの水風呂行ってもただ冷たけれっていうのね、東京なんかそういうとこ多いですけども、うん、ヨカタンの水風呂は別にめなんかその特にめちゃくちゃ冷たいとかいう感じじゃないんですか？あれはあれも普通の温度ですね。普通の温度、 あ、なるほどね。で、温度計ないけど自分の体感やったらあれ多分16度ぐらいですわ。16度か、うん、大体16から18の間が一般的な水風呂の温度ですね、うん、ああ、そうなんですね。はい。で、サウナが、うん、乾式サウナとスチームサウナと2種類あって。ああ、そうなんですか。で、ヨカタンは乾式サウナが大体ね86度から88度ぐらいなんですよ。あ、乾式サウナっていうサウナなんですか？そのそう、ドライサウナですね。うん、なるほど。で、こう汗バー出る方で。で、はい、割とその女性が好むのが、うん、スチームサウナ。こうミストがピシューってなってるサウナがあって。なんかでも、その、ヨカタンのサウナもこう、あれっすよね。途中でプシューって言って、なんかそのミスト的なやつがこう出てきて熱かったっすね。はい、ああ、ほんならミストサウナの方に入った日やね。あ、そうなんですか。あ、両方あってってことなんですか。あれ、一週間交代なんですよ。ああ、そうなんや。どっちだったの？男湯、女湯が入れ替わるんだけど、うん。なんかね、20分に1回ぐらい、プシュって言って、なんか奥のその、はい、なんか、熱いところから、うん、奥もくもくもくで出てきたんで、じゃあそれは、スチームサウナや。スチームサウナですね。なるほどね。あれ入って、風呂上がりに化粧水、塗ったら、肌、ぶちぶち、水めっちゃ吸うで。ああ、そうなんや。化粧水めちゃくちゃ吸う。そうなんや。俺、いい時に、じゃあ行けたんやね。あれ、おすすめなんが、うん、サウナ、まあ、10分ぐらいも入って、うん、で、冷水を、まあ、30秒か1分ぐらい入って、うん、その後に、外に出てベンチとかあるでしょ、うん、座るとこ、うん。あそこで10分ぐらいボケーっとしておくと、結構ね、うん、気持ちいいんですよ。
へえ、あ、そうなん、水風呂ってちなみに何分ぐらい入るもんなんですか、あれって。大体ね、そう、サウナのその、熱室のサウナと交代でこう、うん、ローテーションを組むんやったら、うん、基本的には、まあ、温度とか、その体調にもよるけど、うん、一応そのベーシックな時間割は、うん、サウナが10分、うん、で、水風呂が30秒から1分、うん、で、外の外気浴が10分ぐらい。ああ、そうなんや。あ、大体21分1セットぐらい。へえ、その3セット、まあ自分の場合はやるんですけど。山崎さん、どう、なんか測ってるんですか、ちなみに。ヨカタンとかってなんか、なくなかったですか、あの、時計みたいな。ね、スチームの方は中に時計がないから、うん、あとは自分の体感で12分ぐらいっていうの分かるから。あ、そうなんや。うん。そうか。ヨカタン温泉は行き倒してるから、うん、感覚的に分かるから、それで、なるほどね、ドライサウナは、うん、あれなんですよ、時計が室内にあるから、うん、で時計の見える位置で、こう、うん、一番近いところまで行って、僕、目めちゃめちゃ悪いから見えへんから、うん、そこまで行って、うん、大体、あとでも、大体その汗の出具合とか、感覚で、これもう7分経過したなっていうのは、大体分かるから、うん。汗なんか出てきだしたらめっちゃ気持ちいいっすね。ボド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 って出てくるタイミングありますね、サウナって。毛穴パーン開いて、汗すごいでしょ、あれ。あ、そう。だからサウナで毛穴が開いて、うん、で、水風呂に入って毛穴が閉じるっていう感覚、あ、こういうことって分かったんですよね。で、こう血管が、うん、サウナで開いた血管が水風呂をキュッと締めるから、うん、指先の毛細血管の普段血の行き届きにくいところまで血液が行くんですよ。ああ、そうなんです。そうですよね。うん、ホースで水撒くときにギュッて絞ったら、うん、ピシッ、細になってグワッと飛ぶやんか、勢いよく。そういうことなんやね。原理が体の中で起こるんですよ。うん、で、こう急に収縮してするから、うん、それを一旦こう落ち着かせるために、外気浴で、こう、うん、まあ、なんていうかな、休めるというか。うん、そうなんやね。そうか、分かった。大体分かってきた。感覚的に、僕も、多分サウナ入ってんの僕5分か6分かぐらいで出た気がするんですよ毎回、うん、はいはい、なんか自分の体感ですけどね、時間わかんないから、うん、まあ、慣れへんかったらそんなもんやで、うん、そう、もう辛くなる前に、だから気持ちええ気持ちええでもうええかなってなるところで辛くなる前にもう出たらそんな感じでしたね、うん、僕は。ああ、でも全然いいと思いますけどね、うん、うん、そうで、なんかちょで暑いところに近いんが怖かったから、はいはい、だからまあまあ遠めなところでじっくりこんがり焼いてもらってました。ああ、うん、このドアの手前とか。そうそうそう、ドアの手前みたいな。そう、入ってくるたびちょっと涼しなるやみたいな、うん、ああ、うん、どうね、開け閉めあるからね。そうそうそう、うん、まあまあでもすごく良い。あ、でなんかね、シャキーンってしたんですよ、実際体もなんか精神も、うん、あ、なんかめっちゃさっぱりして今ごつコンディションいいみたいになったから、うん、まあ、おそらくこれが整うかとおーいうことが分かりましたので、山崎さんついに僕も、はい、茶道入門したわけですね、はい、そうですね、もうついに僕も整いましたよ、はい、で結構さ、頭シャキッとするから、うん、結構なもろもろの作業効率なんかも良くなるし、あ、そうなんでしょうね、うん、きっとそうなんです よ、これでおすすめなんですよ、うん、僕もその日はね、あれなんですよ、もう帰ってぼーっとして飯食いに行ってしたから、もう何もその、うん、それが作業効率につながるかどうかの検証はできんかったっすけど、うん、なかなかでもね、やっぱそうね、コンディションがいい中で食べたら美味しいっすね、なんでも。いや、本当に美味しいんですよ。でなんかヨカタンって出たところに食堂みたいなのあるじゃないですか。ありますね。でなんか、うん、そこでお昼に行ったんですけど、はい、そこでね、甲子園見ながら食べてたんですよ。ヨカタンの横のスーパーみたいなとこあるでしょ、なんか野菜とか売ってる、ね、野菜とか、そう、お弁当とか売ってくれてるとこ、はいはい、あそこで良さげなやつをゲットして、それを持ち込みつつ、ヨカタンの食堂で晩秋ラーメンでしたっけ晩秋ラーメンですね、中華そばっぽいやつ、はい、うん、そう、それをいただきまして、晩秋ラーメン美味しいな、うん、あれ好きっすか、山崎さん、晩秋ラーメン。僕はね、今回初めて食べたんですよ、晩秋ラーメン。あれってな、醤油ベースとかそういうやつ。そうですね、まあ、晩秋は北の方は結構その、うん、織物が盛んで、江戸時代なんかは旗とか、まあ、そのん、織物って旗、あ、そうです、旗織の方ですね、服とか、そんなやつ、うん、あ、そうですね、うん、
塗ったりとか、なんかそんないろいろ盛んで、女工さん、女性の労働者がすごい多かったんですよ。うんうん、で、その、まあ、女性が好む、ちょっとラーメンってこってりした、塩辛いおっちゃんが食べる味のイメージが強かったけども、うん、女性が食べやすいように、少し、播州醤油って甘いんですけど、うん、九州っぽくて甘いんですけど、うん、それをベースにラーメンを作るようになって、うん、で割とねさっぱりしてるんですよ、見た目の割に。うん、なんかマイルドっていうか、なんか濃いって感じではないのかなという。あ、あんまり濃くないですね。うん、でチャーシューも、うん、普通の豚骨ラーメンとか、例えば家系とか穴行ったら、うん、割とこの油の効いてるようなチャーシューが乗るケースが多いんですけど、播州、うんうん、ラーメンは焼き豚はちょっとどう表現していいか分からんけど、うん、焼肉でいうロースとかハラミぐらい、ハラミとか、うんうんうん、油少ないとこが乗ってて。なるほどね。うん、だから女性とかね、まあ僕らみたいな中年以降の男性なんかはね、うん、結構おすすめ。ああ、なるほどね、うん。で、それまでその僕、ラーメンと中華そばの違いが全然分かってなかったんだけども、はい、今回もちょっと食べて、あ、これが中華そばかと、うん。もうね、ハマりましたね。そうな、最近なんですか、食べた。僕、今回初めてですよ。ああ、そうなんですね。うん、そうか。で、それ今食べてたかもしれんけど、意識をしてなかったんですよ。うん、あ、僕もそうなんですよ。だから僕もその播州ラーメンっていう響きをよかたんで見て気になって食べてみたって感じなんですけどね。うん、あれは美味しいわ。あ、卵かけご飯も結構美味しかったな俺。今回は食べてないけど、うん、はい、あそこね、播州百日鶏が産んだ卵でやってるんで、うんうん、なんかいい卵なんですね。あれいい卵ですね、地元の卵ですね。うん、もうそこで結構2時間ぐらい甲子園見てたんちゃうかな。なんかすげえいい試合やってて。うん、ほう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 。そう。まあ俺詳しくないから、あんまり言えないですけど、うまいこと言えないですけど、面白くて。うん。そう。なんかこうゲームがとりあえず白熱しとって、みたいな。そう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 。北海高校っていう高校の第一試合やったんかな。なんかちょっとあれやけど。北海道どこやったかな、あれ。練習してたとこあったな。なんかね、6回か7回から、ポンポンポンと点数が入ってめっちゃドラマチックな試合になった回があったんですよ。はいはいはい、うん、その時のやつたまたま見てて、なんか 俺もあれ見たかも、熱闘甲子園で見たかな、うんうん、もなんかほんま8対9とか、 なんかそれぐらいのめっちゃいい試合で、うん、こうもう取っては取り返して取っては取り返したしてで、なんか僕の記憶の残る限り片方がずっと勝ってて、はいはいはい、片方が勝ってて、それを追っかけるような展開が最後の最後で逆転したみたいな試合やったんですよ。あ、それがわーってなって、うん、楽しかったっすね。もうでもあれやな、指揮してる監督はもうヒヤヒヤもんやろな。いや、そうでしょうね、うん、いや、まあ、まあなるようになれって思うぐらいのメンタルじゃないとあれやろね、落ち着かへんやろね。ねえ、多分グラジアと、うん、高校野球とか、やっぱりスポーツの監督なんか務まらへんと思うわ。うん。うん、あと、甲子園って延長で点数が入りやすいようなルールになってんねやね、俺。知らんかってんけど。あ、俺、それ知らんわ。そうなの？なんか、甲子園の、なんか延長、ね、だから、9回終わったら延長10回表か。うんうん、10回表から、ノーアウト1、3塁かなんか、そんな感じから始まるようになってましたよ。ああ、あれか。試合の時間を引き延ばさんようにするため。あ、そうそう、だからまあ暑いからっていう配慮なんやと思うねんけど、まあまあそのなんか、うん、一挙手一投足が点数につながるみたいなルールになってた。でもあれだ、ノーアウト一三塁で始まったらたまらんな。うん、なんかめっちゃ試合動くんすよ。だってそれ犠牲フライでも1点入るやん。あ、入るっすね。は、入るんすよね。うん、うん、入る、三塁におったら入るっすよね。うわ、それたまらんな。うん、ピッチャー攻められへんわ、そう打たれてもな。いや、そうなんですよね。いや、だからまあね、いや、でも長いんでしょ、多分、その、ノーアウト、もう普通にスタートしたら、延長として。全然入らへんやん、くたびれてるやん、みんな、みたいな感じになったりもすんのかな。まず、多分点入るのにランナー、二塁までまず送らなあかんから、うん、それがなんかね、やっぱり時間が、疲れても苦しい。うん、いや、よう頑張ったるわ、本当に、うん。そうそうそう。あ、まあまあ、でも、その、あれですよね、球児の人たちとかを、観客の、体調のことを考えると、そのルールは、まあ、いいやろうなと思いますね。あ、そうそうですね。確かにね。その勝負として、フェアなんか、アンフェアなんか、ちょっとよく分かんないですけど。うん。
ですね。いやなんか本当にいい試合を。うん、そうそう。あ、で、ヨカタンのあの、はいはいはい、テレビが、電波が微妙に弱くて、はいはい、めっちゃいいところで、あの、今回線が来てませんってバシって切れるんですよ。あそこだ、山のど真ん中やからね。そう、ああ、そうそうなんですね。あの、うん、電波ないんやろなって思って。あそこ電波悪いな、携帯もあんま繋がらんからな。あ、そうですよね。もう、うん、ええー、とこで、あの、ブラックアウトするから、もうそれが面白くて面白くて。うん。そうや。なんかでも、こう、お風呂とかで入ると、うん、温泉なんか行ったら1時間とか2時間とかゆっくり入るから、うん、こう携帯とかね、パソコンを手放す、うん、デジタルデバイスをこう、離した状態で過ごす時間っていうのはすごく現代少ないから、うん、結構ね、まあ、サウナ自体の健康効果もあんねんけど、うん、こうデジタルデトックスっていうのかな、うん、をするためにも、あの定期的にああいうサウナとか、まあ、通いにくい、ね、都会に住んでる方だったら、あの街の銭湯とか、スーパー銭湯でもいいんですけど、あの行ってみるっていうのは僕はおすすめしますね。いや僕もなんか思いましたね。体のあのコンディションと対峙しながらお風呂入ってて、ああこういう時間大事やなって改めて思いました。でだからああいうでかい風呂って、あの家のバスタブで足伸ばすことってまず不可能だけども、うんうん、ああいうでかいとこ行ったら、あの高さ深いし、うん、あの伸ばせるしで、うん、もうすごい普段のお風呂では味わえないので、うん、確かに、うん、露天も気持ちよかったね、お方に、うん、まあ、またちょっとヘビーユーザーていうか、まあ月1ぐらいで行けたらええなって思いました。そうね、月1ぐらいで入れると、ね、だいぶあの体のコンディション、うん、まあね、ヤブなんかトレーニングしてるから、はい、そのちょっと並行で、はい、やれれば多分随分体調は良くなるんじゃないかな。そうだと思います。はい、いやーそうなんですよね。そういうお盆でしたよ。お盆ですか。ああ、そうですか。いいなあ。なんか、僕も全然、もうどこも行ってないんですけど、うん、なんか、どっかなんかないですか、ないですかっていうか。あ、いや、俺、この間、金沢行ったんですよね。金沢。金沢、ほうほうほう、うん。石川県の。石川県の金沢に、その、仕事が、はいはいはい、あの、まあ、両親のリタイアへの感謝の気持ち的なやつで、弟とお金を出し合いまして、はい、おうおう、両親に金沢電車旅行、一泊旅行をプレゼントしようというような、はい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 、なんかそんな企画を、まあ、弟が持ちかけてくれたんですけど、ちょっとやってまいりまして、ほうほうほう、暑かったです、金沢。うん、なんか36度とかあった時かな、なんかこの日は、今日はマジで危険やろみたいなことがニュースで言われてた日なんですよ。なんか7月の高温注意情報とか、なんかそんな感じのやつですね。なんか7月の終わりぐらいになんかそういう日があったんですけど、はいはいはい、行ってきて、で金沢って観光地としてはなんかちょうどいいというか、ちょうど物足り品ぐらいのあの規模で、いいなと思いました。はあ、夏場とかやったらその海鮮料理とか どんな感じだったの？海鮮料理ね、あの金沢駅に行って、で近くになんか市場みたいなのがあったんですよね。大見町市場やな。それ大見町市場、そう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 、うん、あそこでやっぱいろいろこう練り歩いて、でまああの金沢来た直後やったから、とりあえず海鮮丼おいしそうなん頼もうみたいな、はいはい、そんな流れになりまして、僕は海鮮丼とかを頼みましたね。でついでにのどぐろも入ってるから高いってやつ。ああ、うん、はい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 、そうしたね。まあまあ美味しかったっすね、やっぱ。うん。で、これ、のどぐろっていうのを食べる機会がなかったから、絶対のどぐろってどんな感じなんかなっていうのは、チェックしようと思ってたんですよ。うん、はいはい、はい、うん。あ、こんな感じかってなりました、のどぐろは。結構ね、割と高級魚と言われてる部類の魚で。うんうん、印象でもあれですよね、マサバとかに似てるなと思いました、僕。ああ、やっぱりその、なんていう、そっち系の魚の、うん、ジャンルになるんで、うんうん、あ、そうですよね。あのイオンで売ってる、これ昔喋ったかもしれないけど、イオンで売ってるマサバが、はいはい、たまになんかものすごく脂が乗ってて、うん、不自然なぐらいうまいマサバがあるんですよ、イオンの。ほうほうほう、イオンに行ったら、で、これほんまにこれ天然でこんな脂乗ってめっちゃうまいサバあんのって食べるたびに思うんですけど、うんうん、なんかのどぐろはそのテンションが上がった時のサバ、テンションが上がる味やった時のサバに近い味がしたなと思ったんですね。ああ、じゃあもうサバマックスがいつもみたいな。
な感じなんですかね。あ、その油の感じが、そう、油が乗ってるサバっぽいやつって印象。ほうほうほう。うん、そう、だから僕は大変美味しくいただきました。うん、またその北陸、まあ、あの辺やったら富山湾の魚をまあ主に食べることになるけども、うん、美味しいもんな、うん。俺もやっぱ何回か行ってるけど、金沢。うん、やっぱうまいわ。そうっすね。海鮮、いろいろ、うん。あとな、のどぐろとなんか、あと珍しいやつ食べたから、珍しいやつは別にって感じか。何や、白エビとか、アコウとか、うんうん、あの辺かな、金沢でよく聞くのは。白エビっていうのは食べたな。うん。金沢とこ行ったら、回転寿司でも白エビ出てくるからね。ああ、そうなんですか。回転寿司行きたかってんけど、うん、回転寿司結局行かんかったんよな。もうなんか近江町市場で満足してもうたというか。ああ。そう。で、なんか夜は夜でなんか、行けてる、その付近の、行けてるポイントみたいな、飲みに行くやったらここみたいなところがあったんですよ。名前忘れちゃったけど。はいはいはい。うん、なんとか通りみたいなとこがあって。駅から10分ぐらい歩いたとこやな。なんすかね。うん。なんやっけ。もう、なんかもうパンフレット捨てちゃったよ、今、ポーンと出したいのに。金沢駅のメインの大通りの、うん、会社とか入ってるビルが密集してるところがあって、うん、多分その向かい側、その道路の向かい側ぐらいに、うん、居酒屋さんがポツポツあるとこがあって、あ、そうなんですね、喫茶店とか、うん、多分そのエリアのことちゃうかなと思って。なんか、あ、そうかも。なんかこう、喫茶店的なところが密集してるとこと、飲み屋さんが密集してるところと、はい。あと、兼六園と。あ、兼六園。うん、そのあたり行ったんですよね、今回。ああ、いいですね。まあそうっすね、もう。結構盛りだくさんな、金沢旅で。いや、そうなんですよ。こんだけこう、なんか、その お茶町みたいなとこと、飲み屋さん的なとこと、市場と、その兼六園っていう、その、兼六園って、あれは、殿様か、うん、お城の人かなんかが作ったお庭なんですよね、うん、あれ。前田家かな、うん、うん。そうそうそう。お金持ってたら人ってこんないい感じの、内装にすんねや、みたいな。なんかそんな感じでした。うん、そうや。あの辺ね、だったら僕は漫画昔あった花の刑事で、うん。うん、あの刑事が、うん、あそこですからね。うん。あ、そうなんですね。うん、そうですね。なんか、うん、まあいいよな、やっぱ、なんつうんですかね。池の形の作り方とかめっちゃ風流やなって思ってました。うん、あ、そうですね。日本式の庭園の僕が、やっぱ、なんちゅうかな。他でも京都の慈照寺、あ、銀閣ね。うん、銀閣とか、うん、水戸の偕楽園とか、うん、あんなのも自然のあれを残しながらやるじゃないですか。うん、こうなんか自然に逆らわない的なこうコンセプトが、日本の庭園とか建築で見えるんですけど、うん、まあ行ったことないですけど、うん、まあフランスのベルサイユ宮殿とか、うん、インドのタージマハールとか行ったら、もうなんか、うん、俺らが作ったったんじゃーって、自然を支配しとんじゃーって的な感じが伝わるんで、うん、あんまりね、うん、あんまり好きじゃないんですよね。そういうタイプよりも、うん、共存してる感というか。そうですね。うん、自然に語れへん的な感じの、うんうん、あれほんまなんかいい感じを突き詰めたらああなんねやろなーっていうのは思いましたね、歩いてて。なりますね、うん、やっぱああいうのってこう日本人のこう金銭に触れるようなものが集まってんのやろなーっていうのは、うん、そうっすね、思いますね。ただ暑かったから、はい、もうなんか両親ももうええやろみたいな雰囲気になってはい、もうこのグルート通った、いや通ってへんけど、こっち、あ、こう、マップを見ながら、こう、兼六園、こう、歩くわけですよ。はいはいはい。歩いて、でも、マップ見ながら、マップの通りに歩くのが意外に難しくて、はいはい。あ、このルート通ってないっつって、こっちからやとなんか、うん、大回りできるよ、みたいな感じで、うん、あ、もう一回じゃあちょっと戻ろうか、って言った時に、両親がもう暑いから、はいはい、もう、このままもう、見たつもりで行こう、みたいな。もうだからもう、うん、もう十分しょみたいな雰囲気にはなりましたけどね。広かったし、暑かったから。うん。いや、多分な、それぐらい応える暑さやったってことやろな、うん。そうですね。でも多分そっちぐ、うん。それぐらいちゃんと気つけてた方がいいとは思いましたけどね。うん。待って、このお盆なんかも俺、キャッチボール弟
と公園で、うん、あの日陰、まあ、ノー日陰のところでやっとったけど、うんうん、30分やったら体がもうなんか多分太陽光って赤外線が入ってるのかな、うん、ホクホクなって、うん、その後温泉で水風呂ずっと入っとったけど、うん、体のホテルが消えへんかったもんな、うん、そうなんや、いや多分それぐらいだから暑いかったんですよ、うん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 、え、水風呂入ってしばらく体のホテルが消えへんってすごいな。2分ぐらい入ってもまだやったもんな、あこれ全然あかんわと思って。なんか水風呂ってその水と自分の肌がシンクロする瞬タイミングありますやん。 ありますね。ああついに自分のもんになった水風呂がみたいな。ありますね、はい、うん、なんかそれが嬉しいなと思ったっすね。あの時にうわ 寒さがいきなりなくなるんですよね。そうなんですよ。でこう表面とね、こう皮膚とのこの境目とうまいことこうす、うん、ほんまにこう水の中に自分の体の形がパーッとできるみたいな感覚っていうのかな、うん、山崎さん水風呂入るときってスッと入れるんですか？もう慣れてるんですか？僕はもう慣れてますからね、うん、めっちゃなんかうわー冷たいってならないですか？もういやなりますよ。なるんですか？なるけど全然すぐ慣れすぐ馴染むからっていうのが分かってるから入るって感じですか？もうねその2秒の苦行を耐えた後が気持ちいいんですよ。ああ、そっか。だからもう入っちゃいますね。そうなんだ。俺まだちょっとそこの覚悟が決めきれてへんねやな。まあでも全然体調にこう、はい、沿った入り方をするのが一番。そうなんですよ。今回もう無理なしに入ろうと思ってめっちゃ時間かけてゆっくり行きました。うん。ほんまにやりすぎたら僕みたいにもう多い時1ヶ月10回とか入ったりしてたから。うん、ああ、そうなんですね。あんまり良くないですよ。月1、2ぐらいかな、うんうんうん、僕も多分レンチャンで入ったらなんか今日も行こうってなっちゃいそうな気がする、うん、あれだからほんまに温冷の差の快感を覚えたらもうマジであれ中毒みたいな、うん、あれなんか麻薬吸った時と同じ脳内成分が出るらしいね。へえー、そうなんですね。うんらしいですよ、ね、であれで快楽を覚えちゃうから、うん、みんな気持ちいいですね、うん、そうなんですよ。まあ多分僕はめっちゃ気持ちいいってとこまでは ならなかったんで、うんうん、まあまあちょっと行くうちに追求しようかなと、うん、そうですね。でも今度外気浴をちょっと多いめにやってみようっていうのが今教えてもらって分かったんで、いやもうぜひ行ってください、うん、外気浴いいですよ。3セットやったうちの1回だけ外気浴をちょっと浴びたんですよ。外気浴したんですよ、その露天ちょっと歩いてみようと思って。はいはいはい、それ気持ちよかったっすね、うん、そうか、いいなあ。そうや、全然あんま関係ないですけど、はい、金沢行くときって、車で行ったんですか、うん、それともなんか、電車で行ったんですね。何やっけ、どっサンダーバード。サンダーバード、そう、サンダーバード、うん、サンダーバードやったっけな。大阪から乗るやつでしょ。大阪から、そうそう、大阪から乗った、大阪から乗った。サンダーバードや。ああ、そうなんですね。サンダーバード乗りましたよ。うんうん、もうね、JR 在来特急大好きのこの私、うん、もうね、サンダーバードがね、うん、新幹線が、いずれその、東京から北陸新幹線、うん、今、金沢終点なんですけど、はい、あれがもうね、京都の方まで伸びちゃうんですよ。もう一回言ってください。どういうことですか？今、東海道新幹線って、こう、うん、新大阪、京都で、こうね、米原、岐阜、島、名古屋とこう、あって、うん、東海道走ってるやつがあって、で、今、東京始発で北陸新幹線っていうのがあって、うん、新州の方通って、こう、うん金沢に行くやつが、はい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 、あるんですね、うん、で今金沢終点の新幹線がそれが伸びて、うん、こう京都をかすってこう、うん、大阪の方まで何ちゅうかな新幹線がでぐるって一周できるようになっちゃうんですよ。あなるほどね、なるほどね、なるほど、そういうことや、うん、そうなるとこの在来特急が意味をなさなくなってしまうっていうか、うん、スピードがやっぱ圧倒的に速いから新幹線でも、うん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 、今だって金沢東京でも2時間20分ぐらいなんですよ、うんめっちゃ早いんですけど、うんうん、でも新大阪から金沢って今多分サンダーバードでも、ね、2時間45分かかる、うんうんうん、でもそれが新幹線通ると時間がもっと早くなるから。あそっか、だから今サンダーバードが走ってるところ、うん、新幹線がまんま走っちゃうみたいな感じってことですか？そうなんですよ。あそりゃ新幹線乗るわな、早いから。でもね、うん、僕ねやっぱ新幹線ね、東北新幹線は好きなんですけど、うん、東海道とかあっちの方はねあんまり僕好きじゃなくて、うんまあ、その理由にも在来特急が好きっていうのもあるんですよ。ああ、新幹線。なるほどね、うん。うん。それがあってね、僕、だからサンダーバードを、特に前ね、直近で行ったのは、大阪発で金沢行った時は、うん、ちょうど1月やって、うん。1月ですね、なるほど。はい。福井県の嶺南地方なんかごっつ雪降っとってんけど。ああ、なるほど。そうなんですね。成功で、
何ですか、あの 大阪出て京都出てこうわーっと上がっていくと雪景色がものすごく綺麗なんですよ、うん、で新幹線だったらこう早いからゴーっていったりするから、うん、あんまりねゆっくり景色を見るあれもなかったり、大体こう、そうですかね、うん、時間にせかされてるビジネスマンとかが多かったりするんですけど、うんうん、在来特急の中でゆったり行くと、ちょっとね、うん、弁当を食べながらとか、うんうん、ああいう時間が、あの、だから、東海道線の車内販売ももう終わっちゃいますからね。うん。ああ、そうなんですね。あれ、だから、で、あれ多分、切れたんやろな、西日本の人ら、うんうん。あの、東京新大阪間はなくなんねんけど、うん、新大阪博多間は車内販売継続やって。へえ、そうなんや。多分だからほんでその大阪、うん、名古屋とか東京の住んどる人間は気ぜわしいんかなと思ったりしながら、なんでそんな事態になるんですか。あの弁当が沿線でもう弁当買うて新幹線乗り込む人が多いから、うん、ああそっか、わざわざあの飯を中で買う必要がなくなったっていうのをあったり、あとそのビジネスで乗る人多いから、うん、まあ、いちいち通るなとうるさいんじゃって言ってクレームつけた、うん、中野郎がいるわけですよ。そういうことか、うん、もうね僕なんかもう乗り物酔いひどいから新幹線でパソコン打てないんですよ、うん、だから何が起ころうと飯食って寝るしか方法がないんですよね、うん、なるほどね。え、うん、山崎さんはちなみにその車内販売使うんすか。僕は使いますね。なるほどね。あのね、車内販売で売ってる、あの、スジャータのアイスクリームがあんねんけど、うん、カッチンカッチンの、硬いやつ、うんうん。あれがね、美味しくて。やっぱ、こう、ああいうとこで売ってるアイスは、もう、とにかくカッチンカッチンなんですよね。カッチンカッチンです。僕も、あの、そのだけ競馬場で食べた小豆バーがカッチンカッチンすぎてやばかったんですよ。あ、もう、歯折れるぐらいの。そうそうそう。あの、唇切れるぐらい。あ、それめちゃめちゃ硬いな。そう、唇ひっつくんですよ。唇ひっついて剥がしたら血出るんですよ。あ、そう、凍りすぎて、ほんでここ、そう。はっついてまうんや。そう。もうたまらんな、それ、うん。そう、それ思い出した。スジャータもなんかカッチンカッチンのやつがあるんですよ。そうなんですよ、うん、あれカチカチですよ。で、昔やったの、安倍川餅とかで、うん、お土産なんかも新幹線で車内で結構買いましたけども、うん、今だからほんまに軽食系のサンドイッチと、うん、あと お菓子みたいな、つまみみたいな。うんうん、とコーヒーと、うん、まあ、あとお酒、うん、ビールとハイボールと缶チューハイぐらいかな、うん、ぐらいしかもう販売もなくて、そうなんですよね。そうなんや。いや本当にね、なんか寂しい時代になりましたよ、うん、しまあ、ほんまね、僕新幹線の駅弁だけでこれ40分喋りたいぐらいなんですけど、うんうんうん、まあね、ちょっと今回は割愛しますけど、うん、まあ、あとね、在来特急だった僕岡山と出雲大社の方まで見てる、うん、あの、特急ヤクモっていうのがありまして。ヤクモ、うん、ね、倉敷駅で、サバ寿司買って、缶、うん、ビール買って、うん、その食べながら、こう、山陰の、こう、電車を、白尾線中だけど、あれを乗っていくんですけど、うん、景色がね、またあれが良くて。そっか、新幹線やったら、まあまあ流れちゃうから、やけど、それよりゆっくり走るから楽しい景色もあるんですよね。ありますね。でこうなんやろうな、早いからあの鉄道が早いからかどうかは関係してるか分からんけど、うん、あのゆっくりしたものに乗ってると気持ちが全体的にゆっくり、ね、進む気がするんですよ。あ、なるほどなるほど、うん、だなんかね、僕なんかその新幹線、東海道新幹線がやっぱあんまり好きじゃないの で、うん、で乗るときはあの小玉の格安プランがあるんですけど、どれいくらぐらい違うんですか、のぞみとその小玉で。東京新大阪間やったら5000円ぐらい変わる。あ、安っていうか、13,000-14,000円が8,000円か9,000円かになるんですか。15,000円ぐらいするやつが10,000円ジャストぐらいかな。うん、ああ、それはだいぶいいっすね。うん。うん、で、あのドリンク引換券ついてるから、うん、それで、あの、東京駅の売店、まあ別に新横浜でも品川でも名古屋でもいいんですけど、うん、売店持って行ったらドリンクで買ってもらえるんですよ。うん、あ、そうなんや。うん。すげえな。で、あの、小玉号限定やから、もうガラガラなんでね、うんうん、新幹線で。ああ、それは、で、何時間ぐらいかかるんですか、それで。東京、うん、新大阪で3時間48分。1時間20分ぐらい、1時間2、30分長いんや。うん、長いです。ああ、楽しいっすね、それ。結構楽しいんですよ。うん、で、車内販売は小玉やからないんやけども、うん、あの弁当とか、まあ、飲み物買って、うんうん、ゆったりこう、まあ、移動するんやったらおすすめですね、うん、僕は。ああ、俺もそれやりたいな。なんか聞いててめっちゃワクワクした、今。で、1時間以上余裕分でかかるけど、うん、
ほら1時間家早く出たらええやんって俺なんか思うから、うん、いや俺もなんかあれゆっくりしたいんですよね、あの新幹線の中って今気ぜわしいからな、うん、いやほんまにだから俺前もなんか乗ったけど、仕事がなんか用事で乗ったけど、うんうん、俺ひあのどこやったらなんか岡山か広島間なんかまで行ってんけど、うんうん、もうあの東京新大阪間のもうなんか乗客の気ぜわしいこと、うん、もうなんか新大阪間東京で乗ったように品川でバーって人来て、新大阪でバーって来て、で名古屋に降りたらまたバーって乗ってきて、そう新大阪までそんなのが続いて、もうなんかね、あれだけで僕人疲れするしやすいタイプ、ね、人酔いしそうですね、確かに。でもそうやって聞いたらゆったりしたやつの方がね、魅力あるっすよね。うん、絶対僕いいと思いますよ。だから在来特急が残されてるとこがやっぱ減ってきてるから、まあ、後のおすすめは名古屋から松本に行く特急信濃とかね、うん、ああそうなんですね。あれはね揺れますけどね、うん、いいですね、おすすめですよ。結構もうそれぞれ用事があってとか仕事とかでこう使ってるんですか、山崎さん。そうですね、用事やったりその信濃とかはあの、うん、長野県って長野市と松本市って2つあって、うん、はあはあ、で長野市が結構北の外れなんですよ、うんうんうん、でまあ、東京から行く場合やねんけど、うん、そしたら松本に大体その企業のなんか長野支社とか集まってることが多いんやけど、うん、ライブハウスとかジャズバーとかも大体全部松本にあるんやけど、うん、あそうなんや、うん、で松本に行くには新幹線で行ったら長野駅まで早いねんけど、うん、そっから長野から松本まで降りてこない、時間、うんうん、それやったらもうあのあずさ、在来特急のあずさがあって、うんうん、東京駅から出てるあずさがあるんですけど、あずさに乗って松本に直で行った方が乗り換え出していける、うん、そのぐらい時間がかかるんですよ。なるほど、うん、なるほど、うん、絶対僕あずさに行きますけど、うんうん、フジロック行く時も新幹線から乗り継いで越後湯沢まで行く、まあまあ大変やもんな、あれまあまあ大変、うん、そう、ね、うん、そうや、そうなんですよ。新幹線が、ね、ええとこで止まってくれたらいいんですけど、なかなか、うんうん、なかなかそういうわけでもね、そうなんですよ。フジロックとか、まあ、特に大原ブレイクなんかもっと難儀するんじゃないかなと思ってね、アクセスは。あれそうやろね、あれ電車とかやったらめっちゃ面倒なんやろな、行くんどうやって行くんやろ、まあ、いつもその車で行ってか分からへんけど、うんうん、あれ、ね、電車やったら東北本線やったら郡山とか、うん、福島駅とかあっちの方行っちゃうから。あそうっすよね、うん、で向こうの方大原ブレイクの方やったら多分只見線とかあっちの方に線支線で変わってくるから。あそうなんですね、まあ、結構難儀すると思うわ、うん、ですね。いやちょっと鉄道でガー喋ってしまいました。いやでも在来、そうですね、在来線愛っていうの、うん、山崎さんから、まああの新幹線の中の駅弁愛は聞いてたけど、在来線愛っていうのはあんま聞く機会なかったから、ちょっと嬉しいっすね、うん、結構ねその僕まあ若い頃なんかはあの青春18切符でひたすら、うんうん、あれまあ特急乗れないんですけど、うん、あれでまあ、神戸から出て中国地方を一周して回って帰ってきたりとか、うん、当時住んでた横浜の自宅から、うん、あの関西行くときには、うん、東海道線を在来線でひたすら走るとか、そういうのやってまして、楽しみを見出せるタイプやったんですね、うんうん、景色がねやっぱゆっくり見たいっていうのがあってね、うん、でこう普段やっぱり大体用事やったら新幹線乗ってしまったりするんで景色が、うん、同じなんで、うん、ちっちゃい頃なんか富士山新幹線から見たときに、うん、わーってこう気持ちが高ぶったもんなんやけど、うんうん、最近なんかそういうのもなくなってきてて、あね、まあ、今回その飛行機で、まあ、地元から、うん、まあ、僕いつも羽田空港着陸するんですけど、うん、あの台風7号の影響でものすごく迂回したんですよ、うん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 、ほんならあの普段だいたい東京湾こうぐーっと回って、はい、ロッテの千葉ロッテマリーンズの球場のこう見えながらスーッと着陸するのが割と多いパターンだけど、うん、じゃあそれを楽しみにみたいなのもあるんですか。あでも普段はその景色ばっかり見えるから、うん、ばっかり見えるからって感動線になって思うてんけど、うんうんうん、今回その違うルートを通ったから、うん、あの大井競馬場とか、うん、あの太田スタジアムとか、うん、あのソニーの本社のビルとかめっちゃ見えて近くに、うん、あ楽しいですね。初めてその角度で見たから、うん、あめっちゃええな。だって普段通らない角度ってことですもんね、それって。そう、通らないです、通らないです。うん、それはいいやろな。なんか新鮮味はね、やっぱだん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 生きているとね、うん、もう僕の年になってきたら、うん、初めて見るもの減ってくるから、うん、なんかこういう気持ち大事にせなあかんなと思ってね。うん、でも確かに間違いない。うん、いや、そうなんですよ。だからね、いや、違う景色を。うんうん、
なんかね、目的地まで点で行ってしまいますけども、はい、この途中のね、移動のプロセスっていうのをなんか楽しみたいなーって思ったりしましたけどね。うん、俺も、あれやな。じゃあ、だから、こないだ新幹線で東京になんか仕事で日帰りで行って、はい、で、はいはい、こないだその在来線、在来特急で金沢まで行ってで、なんかゆっくり電車を乗ってその景色見るっていうのが今ちょっと楽しみを思い出した時期なんで、うん、僕もよくわかります。ああ、もうぜひなんかね、うん、またその旅する機会がありましたら、まだまだあの日本国内縦横無尽に在来特急走ってますんで、いや結構ねいいと思いますよ。いや新幹線とかマジ気ぜわしいからな。そうか、まあだいぶその空気感の違いが、まあ、あるんやな、ですね。うん、な感じですかね。そうですね、こんな感じですね、はい、いやいやいや、これ順当に言ったらこれ97回目に放送されてるんですよ多分。これ90、ああ97回目もうすぐの97でしたっけ、それぐらい97ですね。そうですよね、もう結構大台近いっすね。100回迫ってますか。そうっすね、迫ってますね。いやー本当に100回決まったらオンラインで乾杯しましょう。オンラインで乾杯しましょうか。あのリモート飲み会しましょう。今リモート飲み会しましょう、はい、最近聞けへんけど俺らがやりましょう。はい、じゃあそんなとこっすね。はい、じゃあ引き続きまた皆さん、まあ、そんなに聞いてる人もいないと思いますけれども、ぜひいっぱいいるんじゃ知らんけど、いっぱいいますかね。いっぱいいますよ、なんか、はい、いや海外に住んでる日本人が結構聞いてるらしいんですよ。あ、そうなんですね。はい、なんで、いろいろね、この話聞くと面白いんで、はい、じゃあぜひ、まあ、よろしくお願いしますというところですかね。はい、よろしくお願いします。引き続き。はい。はい、というわけで、山崎と、ヤブでした。失礼します。奇跡を夢見てさ、ずっと好きに走ってきたけれど、だけど今わかったことは、守るべきものが僕にできたんだ。バタバタと毎日に追われてさ、月並みな言葉しか出ないけど、だけど今伝えたいんだよ。幸せにすることが全て。